はプロレスショップチャンピオンの提供でお送りします。波女本日決定、キャッツ・ザ・ウェブ2014決勝トーナメント。私はまあもちろん連覇を目指しているんですけども、私はファン力ということで、はい、その親の力に変えたいと思います。もう本当にこの勝負はどっちが冷酷になれるか、それに尽きると思うので、自分は大畑美咲に勝って優勝してその先を見据えているので、それを実現したいと思います。皆さんご存知の通り、自分にとって最後のナビ女のチャンスなので、100万円を絶対取ります。応援よろしくお願いします。私はウェーブに今回参戦することを決めたのが、シングルのベルトを取ること、ナビ女になりベルトを取りたいと思います。私の目標はもちろん優勝ではありますが、そうです、大岡さんの持つベルト、必ず優勝して挑戦してベルトを取って、そこまで無敗で走りたいと思います。自分が波女になってタイトルマッチの逆指名をしたいと思っております。私の心の中では、この人とやりたいっていう人がいるので、波女になったら発表したいと思っております。大岡由美、ガミ、カナ、栗原由美、大畑美咲、第6代波女の称号は誰の頭上に。波女決勝トーナメントゴーン。さあ、それではキャッツ・ザ・ウェーブ決勝トーナメント準々決勝の模様からご覧いただきます。まずは大畑美咲が入場してまいりました。田辺さん、はい、まあ、やはり予想通りと言ってもいいんですけれども、はい、昨年の波女であるこの大畑美咲、決勝トーナメント出てまいりましたね。そうですね、やっぱり最後の最後に滑り込みで来ましたね、はい、こいつ。そうですよね。一方のこのアイスリボン藤本司なんですが、団体力を掲げた割には、田辺さん、最初の方はですね、意外と、まあ、2敗1分けで1点というスタートでね、はい、ちょっと心配されたんですが、それから怒涛の反撃がありましたね。なんか最後の追い上げっぷりがエグかったですね、この人。そうなんですよね。最終的には、3勝2敗1分け7点で滑り込み、おっといきなり奇襲攻撃のドロップキック。まだガウンを抜いてないのは藤本司の方でありますが、その藤本の奇襲攻撃で試合はスタートになりました。さあ、まずはこの後楽園ホール満員のお客さんの中に客席にかき分けていく、まあ、こういう攻撃はですね、大畑の方が得意なんですが、藤本が仕掛けてまいりましたね。そうですね、ちょっと意外性のあるスタートでしたね、今の。はい、そうですね、まあ、キャッツ・ザ・ウェーブ、この決勝トーナメント上位3名ずつの6人によるトーナメントということで、はい、ワンデーですからね、やはりどうしてもこの奇襲攻撃といいますか、短期決戦に行く傾向がありますよね。そうですね、だから、まあ、まあまあ大体みんなじっくりとは始まらないですね。そうなんですよね。さあ、このワンデートーナメント、この7月27日の後楽園ホール大会、これでこの一気にもう試合が、このトーナメントが行われるわけでありまして、この中で第6代の波女が決定するわけであります。さあ、ここでバックブローの連発だ、連発、もうまだ行く、まだ行く。なんとこれは何連発したんでしょうか。大畑がフォールの体勢に行きました。まあ、最大でですね、この3試合やらなくてはいけないって、レスラーにとってはかなり過酷なルールとも言えますよね。はい、そうですね、だから若干若い方に部があるのかなって気はしますよね。そうですよね、そういう意味では強い役だ、あでやか、まあ、この世代的には若い方がね、当然有利になってきますからね。なのかなって気はしますね、なんとなくね。はい、この対決でありますが、大畑美咲25歳6回目の出場、そして藤本司は30歳2回目の出場ということになります。さあ、ここで丸め込みを返していった藤本、2カウント。まあ、意外なんですけど、藤本司ってまあ30代だったんだなって、このリーグ戦の振り分けの時に思った人も多いでしょうね。いや、もうね、本人があまりにも30代を受け入れないので、はい、現実を見ろと。なるほど、この分け方はもう30になったものは仕方がないから、もう現実を受け入れろと、って言ってる間に、これもうこの人31ですからね。あ、そうなってますからね、30代、そうですよね。さあ、この世代による振り分けになりました、今回のリーグ戦であります。チェリー選手はね、残念ながらリーグ戦の最中に40代にあなたがチェリー、これは真面目な話、はい、チェリーさんにはどうするって言ったら、あ、自分じゃあやめときますっていう事態をされたんですよ。そういうことだったんです。そうですよ。まあ、でもね、そういうのはしょうがないですよね、こればっかりは。こればっかりはしょうがないですよ。一応私としては、はい、ヤング枠もやっぱりヤングオーの名出身名誉会長、はい、で一応ね、30代っていう、30代20代30代も出れませんけど、ヤングオーの枠はずっと空いてますよって言ったら、やめときますっつって、そうだったんですね。さあ、このリーグ戦、このヤングも含めて全て世代による、はい、振り分けということになりました。
まあ、本当にね10代20代30代分かりやすいね、はい、この振り分けでしたからね。でもこう潔く引いてくれたんで、じゃあ、違う枠で、あの出れる、あの出場していただける限りはオファーしますのでという、あ、そういうことだったという約束にしたんです。意外とクリーンでよかったですね、それはね。そうですね、はい、だからもうやってみたら、平日の興行に人が多かったっていう、あ、そういうことですよね。はい、確かにね、まあ、そういう意味では本当に今回参加選手がねもう総勢20名ですかね、もうすごい人数になりましたからね。そうですね、そうですよね、総勢20名か。さあここでビーナスシュート仕掛けてきたのは藤本の方だ。そろそろさあとどめに刺しに行くのか。さあこのままつかどーらを放たされるんですよ。おっとエビ固めでガッチロックした3カウント。いや双子さん最後はもうこれ返せないですね。いや、あの塚道らを巴投げっていう発想が、発想がすごいっていうことは、これは考えてた作戦と言ってもいいですよね。これは作戦通りですね。なんと藤本の塚道らをこういった形で切り返した。これは大畑美咲ならでは。おっと何をやってるんでしょうか。この手のこの汗臭い手のコスチュームを一部を託して、さて続きましては中川智佳対松本博之の一戦になりました。 S オベーション対決ということになる。危ない。いきなりの場外に中川を放り投げた。さすがこれが全米を進化させたパワーと言ってもいいでしょう、この松本。さあここで何を狙うか。もしかしてこの松本が巨体が飛ぶのか。危ない。中川がエプロン上からのキックで反撃してまいりました。危なかった今の攻撃。さあここで中川に、さあこの姿勢切り替わるのか。中川飛ぶか。2014年の12月には引退を表明しているだけに、これがケツアウェーブ最後の参戦ということになります。32歳3回目の出場であります。中川智佳2勝1敗3分。おっとバックドロップ。さあこれはどうする。松本それではバックドロップに行くのか。成功した。そこ知れぬパワーであります松本博よ。まあ、二上さん、まあ、松本はですね、はい、まあ、4勝1敗1分け9点、まあ、リーグ戦はねやっぱり予想通りの強さを見せましたね。そうですね、まあ、でも予想通りの強さより何よりこの人はね100点、はい、あの 100% レインメーカーですね。そうでしたね、毎回雨降ってましたからね。もう最後の最後までそれはもうねこのままパーフェクトになったわけですからね。そうですね、これもこの試合中に降ってたんで。そう、実はねこの後楽ホールで7月の13日のフェイスだけ降ってなかったらしいですよ、はい、あ、降ってなかったんです。確かでもあの時はリーグ戦じゃないですからね。もうリーグ戦じゃないです、ってことはもう公式戦はもう全て降ってると。まさにリアルレインメーカーであります松本博よ。さあこの4勝1敗1分け9点で28歳初出場ということで、まあ、意外にも初出場なんですよね。そうですね、あんまりさほどウェーブにはまあ接点がねそんなに多いわけでは、まあ旗揚げとかは出てもらってたんですけど、なんかそうですね、最近ずっとご無沙汰やったから。そうですよね、ちょっとやっぱり、うんうん、まあ、木村京子にしろ、うんうん、あの松本博にしろ、はい、ちょっとウェーブにはないカラーの人たちを私は出してみたかったんで、ね、その結果非常にすごい。おっとこの旋回式のさあライガーブうまく、あーなんだ 120% スクールボーイだー。中川智佳一瞬の会社だ。高角度の 120% スクールボーイ。もうパタパタもできませんでしたね今。そうでしたね、もうあれだけ決まったらもうどうしようもないですね。まっちゃんのあの腰のひらひらとかもらわないんですかね。そうですね、そうですね、それ見たかったんですけど、ね、さあ今度は大海みたい大畑美咲であります。トーナメント準決勝ということになります。ベスト4ということですね。さあまずはこのレジーナのベルトを今エプロンに放り投げて大海が逆転の攻撃だ。さあこのまま客席になだれ込ませる。大畑美咲またしても客席になだれ込みましたね。おお、危ない。もうやめてくれやめてくれ、ほんまに後楽園の椅子は高いからやめてくれ。やっぱり二上さんとしてはそちらの心配もありますよね。もうなんか、はい、あのそんなんやんねやったらお客さんのカバンとかで殴ってほしかったわ。そうですね、お客さんのカバンもね結構あの標的の目標になりますからね。さあここで大畑がキック攻撃を見せました。場外戦。さあこの決勝トーナメント、まあ高見さんはこのリーグ戦の前にですね、この大神レジーナ王者として決勝トーナメント進出が最低条件ということを掲げてましたけども。そうですね、ええ、これがなかったらもうなんか剥奪でしたね私的に。剥奪ですか。それは本当に大神にとってはリスクのある戦いになってたわけですね。さあここでジャーマンを繰り出してきたのは大畑美咲であります。さらになんだ、おっとこれは花丸どっかを切り返す。しかし大畑も切り返したのジャーマン。やはりこの V2 を狙う大畑にとってこの おっと吹っ飛ばした。
さあお腹のあたり剣山グラウンドの剣山で吹っ飛ばしたのは狼弓であります。そして今度は終わりのポーズ、首をかっきるポーズからなんだ。さあここでタイガースープレックスだが、おっとこれも切り返しの切り返しの指固め、しかしこれも決まりません。カウントは2。うわ、そして今度はライガーボム、おっとこれは切り返した。さあ熱感激ボムから切り返しての指固め、大畑美咲、やはりこれ先ほどの試合で藤本司のサポーターですかね、これ巻いてますね。巻いてますね、仲間意識が強いですからね、クローズの人たちは。そうですよね、何かこのワールドカップのね試合後のを見るかのようなシーンでしたけども、コスチュームじゃないや、ユニフォーム交換のね、そうですよね、そのコスチュームを巻いての試合ということで、藤本司の分まで戦っている、そんなイメージがいたします。大畑美咲、しかしこの、まあ、大畑美咲が藤本司のコスチューム入りませんからね、おっぱい。まあそうですけどね、しょうがないですね、腕ぐらいしか入れへん。はい、そうですね、かなり貧相な。ミオのも入らんしね、この子は。そうですよね、やっぱりね、このボインポイントはね、大畑美咲が今やもう世代のトップですからね。おっとここでバックボローの対戦、これで決めるのか。カウントは続いてあります。優勝賞金100万円でプラスマイナスの人たちを集めての自主興行をやりたいという大畑、しかしここでビッグブーツ、しかし黒を切り返した、またしてもバックフロー。さあ大畑がエンジン全開か、しかし大岡も返していく、突き上げ式のキックだ、顔面キック。さあ今度はカウンターのキックを吹っ飛ばすか、おっとこれは丸め込んでいった、なんだこれは。さあうまい形で丸め込み、どうや、おっとこれで決まった。いや、二宅さん、これは一瞬の丸め込みでしたね。一瞬でしたね、なんか大畑、ちょっとこう隙をめっちゃ狙ってますよね。そうですよね、先ほどの塚田浦に続いて今度は顔面キックを丸め込みで返していきました。決勝進出、大畑美咲であります。さて続きましてはトーナメント準決勝、もう一試合をご覧いただきましょう。ベスト4であります、志田ひかる対中川智香。さあ志田ひかる、リーグ戦は1位で突っ走ってまいりました、この志田。さあトーナメントはシードということで準決勝からの登場ということになります。さあそして中川がまずはテイクのキック、中川は1回戦松本を下しての準決勝進出であります。2試合目ということになりました。おっとここでパワースラム。さあ志田ひかる、太もものあたりも何か書いてますけれども、二上さん、やはりこの志田というのはですね、この登場するたびに今日はどんなこと書いてあるかなとか、そういった楽しみもありますよね。なんか定着しましたね、ちょっと。この新たなキャラクター性が非常にいいファンの評価を受けております、この志田であります。さあここでキック、膝のあたり、そして大きく持ち上げる、このパワーをご覧ください。そのまま前に落としていく、1回転旋回式、そしてバックフリカーの体勢からボールの、どうだ、畳みかけるか。さあ片やトーナメント決勝、大畑美咲が待ち構えております。もうその相手となるのはこの志田でありましょうか、それとも中川か。先に待っているのは大畑であります。さあもう一回持ち上げた、まあ、もしこれで中川が勝てばですね、二上さん、はい、まさかのこの引退を直前とした波女というのも見えてきますね。そうですよね、なんかでもなんか、でもやっぱお客さんも、はい、結構ね中川 B 級のこと多かったですよね、うん、そうですよね、なんかやっぱこれは最後の同情と言いますかね、そうそうそう、最後の優秀の美を飾ってほしい、そんな雰囲気が充満してましたからね。さあしかしここでエプロン上の攻防であります。なんだこれは、おっと中川はまだエプロンに足があっちについてる、おっとその状態からいったブレンバスター。いや二上さん、こんなブレンバスター見たことないですよ。そうなんですよ、ケンちゃんね、志田さんはあれなんですよね、はい、細い、シュッてしてるんですけど、はい、力がちょっと並大抵じゃないというか。そうですね、まあ、私をこう地上から持ち上げる人なんで。あ、それは本当に並大抵じゃないですね、はい、いや今の例えでよくわかりました。さあ前に落としていったが、これも2カウント。さあこれは太もものあたり、まずは1勝ですかね、目指す1勝、まずは1勝って書いてあるんでしょうか。そうです、この1勝をしたいことには決勝ラウンド進出することはできません。危ないぞ中川、どうだこれは決まらないか。さあそのまま円図蹴り、志田が少しフラフラの状態、足に来ているか。おここでうなれ、剛腕が決まった、中川決勝、まだいきません、あと1カウント、あと1カウントで決勝というところですが、ここは志田が必死に返してまいりました。さあ志田が今度は何だ、切り返すか、おっと、さあこれは旋回式、そのままホールの体勢に行きたいところですが、少しダメージが残っているようだ。もう一回いった、もう一回いった、大技の2連発、今度はファルコアロー、ファルコアローからのエビがダメで、これで勝負決するか。中川返しました、必死に返していく中川。さあここ、おっとこの
おなじみの拝みポーズといえば、しかしこれは120ポーズ繰り返した。いや、二人さん危なかったですね、今の。危なかったですね、今の。さあ、ここで2位を当てていく。さあ、これで決まるのか、決勝行くか。しかし、ここからのラッシュ、ここからのラッシュ出た。さあ、これは魂のスリーカウントでガッチリエビ固め決まりました。志田ひかる決勝進出。中川ここで敗れました。ということで決勝は志田対大畑ということになりました。第6代波女は志田か、それと大畑か。ねえ下野、どっかプロレス見に行かない？自分プロレスの DVD が欲しいです。どっかお店ないかな。そんな時はプロレスショップチャンピオン、水道橋チャンピオン。プロレスチケットのことならチャンピオン。ウェブの DVD もたくさん揃う。プロレス DVD のことならチャンピオン。レアなビデオもレンタルできちゃうチャンピオン。学校帰りにチャンピオン、会社帰りにチャンピオン。プロレスグッズのことなら水道橋チャンピオン。キャッチ・ザ・ウェーブ決勝トーナメント決勝戦、まずは志田ひかるが入場してまいりました。25歳2回目の出場であります。志田フリーになってここで巡ってきたビッグチャンスであります。さあ、おなじみのトレードマークであります竹刀を片手の入場ということになりました。太ももの文字は何て書いてあるんでしょうか。今何気に入場の時に、ランマル師匠みたいな入場しました。ランマル、それどういうことですか。トップとセカンドの間からじゃなくて、トップとセカンド上げてんのに一番下から入ってますよ、今。やはりそこはコミカルエースだね。コミカルエースなもの、やはりそういうとこ出ますよね。そして大畑はなんとメダルをたくさん巻いてますね。高見さん、これは過去6回の、まあ、過去5回のこのメダルなんでしょうね。過去5回中3個、メダルができてから3個取ってるからじゃないですか、ね、あ、そういうことなんですね。うん、私だって優勝したとき金メダルなかったもん。あ、まだなかったんですか。王冠の時なんか賞金もなかったもん。あ、そうでした。波音のは賞報だけでしたからね。そう、まあ、名誉だけでしたからね、当時は。おっと、ここで志田が突き上げてまいりました。さあ、この第6代波女をこう決する争いとなりました。そして100万円の行方はどうなるんでしょうか。志田のどうやら太ももの文字、目指せ波女と書かれているようであります。さあ、ここでストンピング攻撃、志田の方がやや有利でありましょうか。さあ、大畑美咲もこれが6回目の出場。二子さん、ついにですね、解禁賞はこの大畑だけになりました。だけになりましたね、さすが怪我知らずですね、この女は。そうなんですよね、まあ、そういったところの評価はすごくやっぱりするべきだと思いますよね。そうですよ、無事これ名馬なりなんですよ、私も怪我をしなかった人なんで。ああ、そうですよね。まあ本当にこう比べてみれば、本当に G1 クライマックス、まあ、もしくはチャンピオンカーニバルのようなね、選手にとってはかなり過酷な戦いですからね。はい、でも全然この人メンテナンスも行けへんって言ってました。そうなんですか。私も行けへんかったけど、普通みんなメンテナンスばっかり行くんですよ、はい、だからなんとなくやけど、私は直すから壊れるんちゃうかなと思うんですよ、ね、お前らな、直すから壊れんねんっつって。いや、それは発見したらすごい新しいね。新しいですよね。で、それをボリシオさんにもその話してたら、なんか本書けばいいんちゃうって言われて。さすがボリシオさん。さあ、そんな大畑美咲のその頑丈なボディでありますが、さあ DDT をまずは一発決めてまいりました。そして今度はバックに回ります。もしここで大畑が優勝すれば、第5代第6代と連覇なんですよ ね、こんなね、お客さんが結構期待が、はい、そのこの入場の時に、もうすごいやっぱり大畑寄りの声援が多くて、お客さんみんなやっぱり期待してんねや連覇と思って、うん、そうですよね。さあ、そのお客さんの声援をこの視線に受けて、おっと、またしても3試合連続で客席に放り込まれた。やはりこの大畑はあれなんですかね、体のサイズ的にこうやって客席に投げられやすいんですかね。そうなんですかね。でもサイズ的に扱いやすいサイズですよね、この人。そうなんですよね。対戦相手にとっては便利な選手かもしれません、大畑。おっと、これを切り返していって、ジャーマンだ、場外ジャーマン。しかし品川立ち上がる、ここからが早いぞ。さあ、この2位を当ててから頭を抱えました、志田ひかる。さあ、やはりどうやらこの場外ジャーマンのダメージがあるようであります。しかし、ダウンしている大畑に対してトップロップ、志田が何かを決めようとしているぞ。さあ、第6代波女を
決めるこの戦い、志田かそれとも大畑か。さあ突き上げてのパンチ、志田も待っている。どうだ、志田が切り返すか。あっと、しかしその切り返す術がありません。大畑が先にトップロープに登りそうだ。お、相手の太ももを叩いてるの、うん、新しいの、新しいですね。拍手が起こりました、この後楽園ホール。さあここでなんだ、おっとこれすごいぞ、なだれ式のカサドーラで決めていった。危ない。さらにはなんだ、ジャーマン、これで大畑 V2 なのか。志田が必死に返します、志田が必死に返します。さらにもう一回ダメ押しの花丸ドッカン、大技のラッシュ、これで第6代ナビオンダ誕生か。しかし志田も返しました。カウントは2。いやー、この戦いやはりもう大畑にとってはもう V2、 それもうそれしかないっていうのは伝わってきますよね。そうですね、そうなんですよね、連覇狙ってほしかった、狙ってほしかったというか連覇、連覇、そうですね、この人しかできひんことやからね。そうなんですよね、連覇は大畑しかできないし、はい、2度目っていうのは大畑と大岡しかできないっていう、うん、あ、そうですよね。さあもしここで大畑が勝つようなことがあれば、この G1 男が長野になったように、この波女もうリアル波女というかキャッツアウェブ女っていうね、そんな称号があってもおかしくないですよね。さあこの後楽園ホールに透明の座布団が舞うのか。さあここで志田が持ち上げるか、この恐怖のブレンバスター、これを切り返した、エルボーが1000、オートバックフロー。しかし志田冷静だ、ここで円錐切りを見せてまいりました。これでカウントを取る。さあ志田がさらに持ち上げていく、おっとファルカーロだ、これも襟固めで取れるか取れるか。大畑も必死に返します。大畑はね、はい、粘り強いんですよ。そうですよね、そしてこういう石の技もたくさん持ってますよね。そうなんですよ。さあ大畑のこの勝負強さ、これは粘り強さ、さらにはこの一瞬の技の多さ、そういったところがあります。さあこれも渡しても一瞬の技だ、どうだ、カサドーラ、これも返しました。志田が追い込まれていきます、徐々に徐々に追い込まれていく。さあ今度はなんだ、ステッキ、おおおお、なんだこれですよ、なんだ、おお、まあ、こっから破れました。二神さん今のこれですよ、志田の怖いところ。そうですよね、ボマイエだ、これで決まるか、ナビオンだ。いや返しました。いや二神さん言葉にならないですね。そうなんですよね、いや志田は志田に勢いあるからな今。そうですよね、いやこれがまさに底知れぬパワーの持ち主、志田ひかるであります。あの決勝の前にどっかでものすごい特訓してきましたからね、ええ、この人は。おお、まあそういったなんかベースがなんかこの試合にも伝わってきてるような感じしますね。なんかどんな特訓したんって言ったら、はい、なんかあまり器具を使わない特訓って言ってましたよ。ロープを一生振ってたりとか、あ木こりもやりましたとか、でも何してんねんと思って、あのロッキー的な、はい、ナチュラルな、ナチュラルな、さあここでなんだ、ブレンバスターの体勢だ。さあ雪崩式か、トップロープ、危ないぞ、ファルコーロー、雪崩式ファルコーロー、トップロープ、大畑危ない危ない、返した、大畑返しました。このトップロープからのファルコーロー、すごいものが出てまいりました。そして決めるのか、魂のスリーカウント、おっと切り返した、大畑これでも切り返す、カウント2だ、もう一回いった、ダメ押し、魂のスリーカウントで、スリーカウント、志田が勝ちました、第6代ナビオンダ志田ひかる。いやー白熱の攻防でした。二神さん一言お願いします。すごいすごいです、すごいのとしか言いようがないです。そうですよね、志田ひかるの頭上にこの波女が輝きました。いやー大畑 V2 の夢ここで敗れてしまいましたが、しかし善戦しました志田ひかる、ついに波女、この表情、そして、キャッチザウェーブの恒例の表彰式で殊勲賞飯田美香ですね。お、関東賞ひろたですか。はい、入れとけよちゃんと表彰式の時。そうですよね、まあ本当に感動を呼びましたからね。おっと技能賞も平田さんまだ、どういうことですか。技能賞です。あの普段見せない技いっぱいやったんで。あ、そうですよね。おでベストバウトもです。なんとベストバウト賞まで平田さんが3冠達成。
もうほんまに賞金3つ取られたのかものすごい腹立つ、そうですよね。そして藤本翼なんとドレスアップしてますよ。はい、これあのちょっと浮気ありまして、ベストパフォーマンス賞獲得であります。そして第3位、3位決定戦で、中川智香が3位に輝きました。初メダルですね。あ、そうですね。そして大畑美咲4個目ですね、これ。はい、もうメダル女になりました大畑。不服やねんや。そうでしたね、今の。不服やねんや。そして第6代波女は志田ひかるです。あなたはキャッチ・ザ・ウェーブ2014において優勝されましたので第6代波女の称号を与えます。平成26年7月27日プロレスリングウェーブチャンピオンシップ実行委員会株式会社ラブ代表取締役二上美希子というわけで表彰状が手渡されました。続きまして100万円が BTEC 代表の柳幸宏さんより贈呈されます。お、社長バッファロー五郎ではありません、社長。私の選択は間違ってなかったと思います。になって一番最初にやることはウェーブのベルトを取ることだと思います。そしてその後私は女子プロレス大賞を取ります。ここまで潔く打ったら取ってほしいですよね。そうですね。今年の波女として精一杯この1年プロレスを愛してプロレスを頑張ってプロレスを世界に広めて一番かっこいい品をお見せします。ありがとうございました。というわけで第6代波女志田ひかるのコメントでしたが、いや潔い挨拶でしたね。かっこええな元ちゃん。はい、さあこの後ウェブのベルトを取りプロレス大賞を取りさらに女子プロレスを海外に広めていく、そう宣言いたしました。いやもうこれで志田ひかる女子プロレス界の中心に立ったと言っても過言ではないでしょう。第6代波女は志田ひかるです。来週の放送は無敵のタッグ王者綾子山形ラスアレントラレスに最強の挑戦者小高勇宮本優子ヤンキー二丁拳銃が挑戦。お楽しみに。プロレスリングウェーブ新人大募集。プロレス界一愉快な団体プロレスリングウェーブでは私たちと一緒に戦うプロレスラーを大募集しています。今年入団した練習生の長浜、ウェーブに入団してみてどうだった？長浜という名字なので入団して1週間でロングビーチというあだ名をいただきました。そして1年先輩の夏は得点や倒立ができなかった私でも今ではリングの上で輝き人々に感動と興奮を与えています。そしてスタッタラズだった喋りも今では流暢に喋れるようになりました。スポーツ経験がない人でも自分を変えたい、目立ちたい、スポットライトを浴びたい、人を投げたい、蹴りたいなど少しでも興味のある方はプロレスリングウェーブまでご連絡ください。プロレスリングウェーブの